ひなた、自分の名前も言えるようになりました。パパ、はい、ひなた、わー、綺麗だね。わー、綺麗だね。日本語ですよ、皆さん。やばい、さて今日で2日目です、悲しいですけど私たちは前に進まないといけません、そして今朝の散歩中ですけどもね、この西松屋で買ったベビーカー、どん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 いろんなアクセサリーがついていって6000円ぐらいで買ったと思うんですけど、もうこのアクセサリー代だけで多分6000円余裕で買ってます。そしてここで日向の顔も見ることができるようになりましたよ、このミラーでこの顔見てくださいハンドルもついたし、ドリンクホルダーもついたし、ね、多分なんかベビーカーあんまり好きじゃなかったんですけど、どん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 快適になってきたみたいですね。うん、やっぱこんなものが。テリはこのミラーがめちゃくちゃ好きみたい。前はずっとなんか日向をこうやって見てる時には私はずっと前に見てたけど、今日向の顔見えるのでずっと日向の顔見てる。ちょっと危ないな、ちょっとひなたが見たらなんかにぶつかるかもしれないそれはね、あなた自身が気をつければいいだけの話気をつけるけどめっちゃ可愛いからちょっと待ったな、イエーイってやった本当に水たまりが大好きですよね、ひなたちょっちょっちょっちょすいません。新聞ですけども、新聞の購読。やっぱり新聞とか読んでないと最近の情勢がわからないと思うんで。今撮っていただけると、巨人戦の東京ドームでのチケットもお付けしますよ。どうですか？ひなた。ひなたは何歳ですか？1歳。かわいい、すごい、ひなた。幸せならぴょんぴょんしよう、ぴょんぴょん幸せならお尻たたこう、幸せならほっぺたたこう、幸せなら鼻触ろう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなでお腹たたこう。ちゃん知ってる？その歌を歌ってた人。今日は日向先生は朝からお絵描きです。芸術性が爆発しています。どうだどうだ、うん、どうだ、うん、どうだ、うん、疲れた、もうもう受けちゃった、うん、上手だわ。それ何描いてんの？どうだヨウタ？これ？あこれ。何描いてる？ヨウタ？これでこれでこれ。ヨウタはこのおもちゃが大好きになった。そしてすごいいいですよ。あのバランス感覚も鍛えれるし、足裏を刺激するから、受容器もね刺激されて、運動機能の向上が見込まれます。ちょっとこっちやな。ヨウタイエーイ！イエーイ！初めての噴水に出てきたさっきまでめっちゃ眠かったのにな急にめっちゃ遊び始めたやった楽しいかいめっちゃ楽しんでるねなんか一生ここに居続けそうやな今さ今日はねガーデンに新しいスーツケースを買いに来たんですけどもこの様子だったら一体いつ帰れるんでしょうかやばい水と風とちっちゃい子供ひなたの好きなものが全部揃ってる今
今はもう日向遊び疲れました。捕まえて日向ちゃんと。これも分かってるよ、ほんとすごい。毎日毎日ちょっとずつ近くなっていきますね、本当に。日向はちょっとずつじゃなくてめちゃずつですよ。お母さんが帰って1週間経ちました。日向もちょっとこの環境に慣れてきたみたいです。日向何あれ、桜。桜どこ？リーダーベボ。それはね、ジョージア語でね、おばあちゃんとおばさんって意味です。誰ひなた？イエーイ。YouTube を楽しんでるひなた。誰？パパ。ひなた、自分の名前も言えるようになりました。と思ってきて。パパ、はい、ひなた、わー綺麗だね。わー綺麗だね。日本語ですよ皆さん、何語を喋るかって皆さん心配して、僕らも心配してましたけど、やっぱ日本語やな、うん、わー綺麗だね。わー綺麗だね。自分の渋谷スカイのビデオ見ながら。テレビを見てますけども、その間にトレーニングもしています。すごいバランス感覚ですよね。ダンスバランスバンシュガンバッシュ。疲れたかな。なんかマッサージするから足でめっちゃ大好きですよ。立てなくても私にマッサージしてって言ってる。難しいですよ、これね。そうだよね、難しいよね。すごいよ、あなたは。めっちゃすごい、やっぱママのジンだ。そして日向は今日アップロードされた YouTube ビデオをまた見ています。この青森のビデオがアップロードされるのは一体何でしょうか。なんか好きそうです。バブルすごい。父の日おめでとう。え、どうしたの？誕生日？父の日。あ、今日父の日？はい。嘘。知らんかった。 今ビールあげたかな俺。いや、知らんかった。父、ひなた、父にあげてちょっと。そして父はひなたのめっちゃ面白い写真が好きだから、いっぱい面白い写真。ダメダメ、これダメダメ。ひなた、これ誰？ひなた、誰だ、これ誰、これひなた、かわいい。こんにちは、りょうたです。ともでです。今日は、なのとお母さんが帰ってからちょうど2週間経ましたけど、ちょっとゆっくりしてましたけど、ひなたも久しぶりじゃない、こうやってカメラ撮るの。今日から東京に行くので、またその様子も撮っていけたらなというふうに思います。まずは新幹線で行きましょう。こだまでね、行って、あの荷物をスーツケースを直接東京の住所に送るっていうのが多分一番安いと思うんですよね。そして、まあ、楽やしな、結局ね、あの東京で飛行機の方が確かに早いんですけど、 LCC で行くと関空まで行かないといけないんで、関空まで行くのが結構大変やし、あそこハイウェイのフィーもかかってるから、それがやっぱ最安ですね。まあ、あの夜間バスとかもできる。そうだね。新幹線といえば駅弁ということで、米沢牛に鮭ハラコミション上位の方が多分バイバイしてって私とてバイバイ、出発です。
と誰が好き？ティリーこの人？どの人？この人がいいか？お願いだ。ねえだ、メイどこ？この人か？メイどこ？メイ。1,2,3 今日に来てから日向先生の成長が本当に著しいです日向、だるまさんがどて幸せなら手を立てこ幸せなら手をつなご幸せなら挨拶しよう挨拶すごい、いろんなことを覚えてきましたよ。ママ好き？はい。ひなた、パパ好き？なんか、あれ不正解。ひなた、パパ好き？はい。はい。はい。ひなた、いじめ好き？いじめ。いいえ。そうです。ひなた、戦争好き？いいえ。うん、すごいですよ、本当に。幸せならママにハグしよう。幸せならパパにハグしよう。ハグおい、幸せならパパにハグしよう。しないな。幸せならパパにチューしよう。幸せならパパにハグしよう。歌です。どうも、テリです。ひなたです。いつも高評価ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は私たちは、動物園に行きます。楽しみ、一人ぶりですね。そうやな。ひなた、最後は王子動物園じゃない、あの神戸のな、うんうん、動物園に行きたいと思います。イエーイ、ひなた、イエーイ。取らないで取らないで。イエーイ。イエーイ。ひなたも嬉しそうです。はい。元府知恵公園に着きました。この中に動物園というか植物園みたいなのがあるみたいなので行きましょう。可愛い公園ですね。そしてテリーが気づいたんですけど、東京のブランコは何がおもろいね。見えるから。うん。まあもちろん普通のブランコもありますけども、こういう。安全面に考慮したブランコが多いですね。生物園のエントランスまで来ました。すごいなんかやっぱ綺麗ですよね、東京の公共施設って。でもなんかすごくそう、1人300円年パスです。もう1200円ですね。ひなた見て、ひなた猫かわいい猫ちゃん、猫を見て、ひなたかいかいしてあげて、かいかい。魚もひなたのこと見ているで。うん、やば。やばいわそれ。ひなたこんにちはって。見て見て、あの魚のお腹も。こんにちは魚。見て、魚もあなたを見てるよ、ひなた。迎えて。ひなた魚数えて。あの袋は寝てますよね。すごいな、蝶々、蝶々がいっぱいや。動かない。蝶々、ひなたかわいい。こっちいっぱいある。すごいですね。外でもまあ蝶々見れますけど、こんなにいっぱい見れることはないですから。ひなたこれが大好きですよ。はい、チュ。はい、くるくるするする手を洗おう。コロナ対策もバッチリ。ひなた、アンパンマン。おいしい？おいしいな。おいしい？自由やな。なんかまた洋さんいろいろ買ったな。で、これそれ何？
めちゃ可愛いよ、なんかトカゲみたいもの。あ、ブローチか。いや、ブローチ、うん、今つけます。ひなたもここが大好きですよ。ちょっとひなたはね、昨日から風邪気味なんですよね。くしゃみと鼻水が出て、熱はなさそうなんですけどね、元気なんで。ひなた、これはひなたに買ったよ。人手ですね。これは人で、人の手みたいにね、人で、ひなた、人で。こういうのはすごい作りたいですよ、家には。でもこんなでかくじゃなくて、なんかこのステンドグラスめっちゃ可愛いですね。蝶々の形してます。好きです。こうね、コンパクトですけどいろんなものを見れていいところですね、ここは。ほら、ひなたもよしよししてごらん。よしよし、ひなたもよしよし。かわいい、かわいい、ひなた。よしよしの連鎖。じゃあ僕はひなたをよし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 。ひなた、ひなた写真撮る？すごいですよ、誰から学んだこれ。ほんまにひなたピース。カイパンチ、ひなた、カイパンチ。強いなこの生き物、かわいいな。見つけた。ゲコゲコ。ひなたは新しい家を見つけた。すごい好きでしょ。こんな家作ろう、部屋作ろうか、ひなたのために。やっぱり前に王子動物園に来た時に比べてね、めっちゃ面白い、この可愛い。あ、あれ見て見て見て、ひなたも興味がいろいろ、あそこ見える、うん、増してきてますよ。この魚の目も見て、やばいわ、やばやば、かわいいよ。ザメは寝てるか、やば。何これ、いいな、いっぱいいろんな生き物。あれ、ひなた見て、ママ魚になっちゃった、ひなた。本当に写真撮影が終わらへん。将来どうなるんだろう。髪の毛がなびいてますよ、ひなたの。あんな短かった髪の毛が、うん、ひなた。でもバンクスはもうそろそろ切らない。